2点目、品番が8、うん、嘘しょっぱなから最初から間違えました、すいません、いきます。品番が 2875E のリレンコンキャミオールインワンです、うん、お色はベージュとネイビーの2色展開で、うん、お値段税込み5990円でございます。はい、はい、日立さん見せると、今ぐーちゃん着ているネイビーです。はい、はい、そして私が着ているベージュ、はいはい、の2色展開でお値段税込み5990円でございます。はい、はい、ではぐーちゃんおすすめポイントお願いします。はい、これはですね、なんといってもまずはじめにめちゃくちゃ楽ちんなサロペットかなと思います。はい、はい、そしてあのね、ここがねゆったりとしてて、うん、胸上から下までちょっとゆったりしてるデザインなんですけど、ここのアジャスターが細めなんですよね、うん、はい、なのでカジュアルなんですけどちょっときれいめにも見せてくれるっていうのが華奢見えして嬉しいポイントなんじゃないかなっていうのと、はい、あとね、ここもね結構深めに入っております、うん、はい、なのですごい風通しも良くて着ていてすごい涼しいです。本当に涼しい、はい、サロペットってちょっと夏暑かったりするんですけど、これはリネンもブレンドですよね、リネンブレンドなので、うん、本当にこの夏活躍してくれるんじゃないかなと思います、はい、そしてポケットもね両方ついております。嬉しい、はい、サロペットでついてるのって結構珍しいですよね、これ下ら辺についてるっていうのが、うん、ここ多いもんね、うんうん、ここも多くてデザイン性もあって、なんかちょっと小物とか入れていただけるのも嬉しいポイントだし、はい、ここのねアジャスターもねしっかりついております。そうなんです、はい、なのであのご自身の身長とか、うん、あの着方によってここの長さをね後ろまで調節していただけます。そうそうそう、はい、なのでね結構低身長さんでも高身長さんでも皆様に着ていただけるサロペットなんじゃないかなと思います。はい、はい、以上です。ありがとうございます、うん、はい、あ、そうね、あやいこさん、きたきたリネンコンってこれめちゃくちゃいいですね。私着てみて、え、もう着てるか分からへんのや、軽いみたいな確かに、見たこと分かるよね、めちゃくちゃ軽いです、うん、はい、まあ、ほんま着やすいですね、うん、涼しいし、そうですね、うん、です、うん、そう、あーね、両方かわいい、今悩むって色で、うん、両方かわいいです、うん、かわいいです、うんうん、はるさん、150センチなんですが、裾折っても変じゃないか見たいですって、うん、158センチです。150センチ。あ、150センチ。裾折っても。一応、私のね、身長155で、このアジャスター一番短くして、私でちょうどぐらいですね。うん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 。でも、裾折っても、いけるんじゃないか。いけそうですね。うん。でも、全然おかしくない。あ、おかしくないですね。あ、かわいい。ちょっとカジュアル感はしますけど。確かに。かわいいです。ちょっと伸ばしてみよう。うんうん。多分私で一番、ね、短く150センチだったら多分こんな感じかな、うん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 、めちゃくちゃ可愛いです、ね、全然いけますね、うん、いけます、うんうん、大丈夫かなと思います。はい、ミキちゃん、グーちゃんの嘘が映ってるってあかもしれない確かに、アイカさん、カジュアルさ、うん、カジュアルさと大人っぽさのバランスが絶妙に可愛いって、めちゃくちゃ絶妙です、うん、うん、です、はい、あ、MRK さん、今戻ってきました、これ欲しいけど140センチ台にも引きずりますかねって、140センチの140の差によると思うんですけど、149とか8とかだったらいける気はします。あ、確かに、うん、私足首やから、うん、そうそう、うん、前半だったらちょっと厳しいかもしれないので、アジャスターも一番 最初まで下ろしてもらって、うんうん、裾を折っていただく形の着方になるかなと思います。それか厚底のね、うん、サンダルとか今流行ってるので、確かにそちらも履いていただければなと思います。はい、思います、はい、うんうん、あ、ナリーさん、ネイビーが好きって裏地はなしでしたかって、裏地はね、ついてないです。ついてないですね、はい、ですが透け感もそんなにネイビーは気にならないです。そうね、こちらどうですか、うん、ベージュはね、やっぱこうやってピッてするとやっぱどうしするとやっぱちょっと若干透け感はありましたね、うんうんうん、あとやっぱ太陽の下とかだったらもうちょっと透けるかなと思うので、うん、私今ペチはショートパンツタイプのペチ履いてます。はい、はい、なのでペチは透けにくいお色か、あのペチは履いていただいた方がいいと思います。はい、はい、うん、です、うん、あ、さくらさんが中にタンクトップ着てほしいですって、タンクトップ、じゃあ私着ていきましょうか、ね、あ、ありがとう、はい、多分あったと思う、はい、はい、じゃあちょっとグーちゃんに来てもらおうと思います。はい、うん、あ、のんたんさん、お二人の中の服もイズシーの商品でしょうか。イズシーです。そうです、はい、さっきグーちゃんが着てたのは、ね、今は全色完売しちゃってるんですけど、あの日曜日に再販予定のアイテムで、私もグーちゃんもね、これはガチ買いしますよねそう、あの、なんだっけ、ギンガムチェック
夏で、そう日曜日に再販なんですよ。で私はベージュを狙ってて、グーちゃんはブラックだっけ？ブラックです。そうグーちゃんブラックを狙ってます。はい、ちなみに私は今これドッグティーを着てます。ちょっと今一番上まで上げちゃうとここのロゴがあんま見えないんですけど、もうちょっとゆとりを、私今一番短くしてて、このアジャスターを多分もうちょっと長くしたらこんな感じで見えてくる。私はねこのドッグティー、まだ在庫あったと思う、いつし大人気のドッグティーを着ております。はい、あはるさん、お腹ぽっこりは目立ちますか？これは目立たないですね。結構ゆとりがあるんですよこれは。そう、全然あのウエストとかに締め付け感はないので、めっちゃゆとりあるのでこれは目立ちません。はい、なので安心して着ていただけると思います。はい、あ、マキさん横から見たいです、 OK です。こんな感じです。結構この辺りはゆとりがあるのですごい風通しが良くて涼しいです。こんな感じです、横は。うん、めっちゃ着やすい、本当楽です。めっちゃ楽、私もこういうサロペットが大好きです。うん、お花さんがぐーちゃんがいる運勢良かっただけあるって幸せって、私も幸せですね、ありがとうございます、ありがとうございます。うん、幸せになっていただいて嬉しいです。はい、もぴちゃんとぐーちゃんカラー交換して着てみてほしいってあるので、じゃあちょっと着回しの時に、はい、ちょっとあのチェンジしてみようかなと思います。はい、あ、サンダルの品番を教えてください、お花さん。ね、サンダルはね、2337やったかな、ちょっと紙がどこ行っちゃったんですけど、今日の新作で、あの5点目にご紹介予定ですので、よかったらご覧ください。はい、イズシーのオリジナルトップスに着てきました。この合わせも可愛いです。ちょっとこのアレンジがあるところがコーデのポイントにもなりますし、うん、ね、ちょっと下をブラウンにすることで可愛い、ね、ちょっと合わせ可愛いです、落ち着きがあってこんな感じです。です、はい、胸元からドッグが顔出した。確かに、チラッて確かに出てますよね、これちょっとドッグが。中に着る T シャツ以外のコーデが見たいです。あ、今ね、ちょっとね、ノースリーブっぽいのに着替えてきました。色もね、あのネイビーってなんかね、色白合わせだったりとかブラックとかにこう落ち着きがちなんですけど、これ意外と柄物入れてもらっても可愛かったし、私黄色さっき着てたんですけど、それとも相性良かったので、ネイビーって結構合わせやすいなってさっき学びました。さっきめちゃくちゃ可愛いじゃないか、めいちゃんさん、ありがとうございます。めっちゃ可愛いですよね、この合わせ。うん、可愛い、めっちゃ好き、餃子やーってバカさん。確かに餃子です。でもこれ多分中何色でも合うと思う、ピンクでもブルーでも、チャコールグレーでもね、イズシーのオリジナルトップスどの色でも合うと思います、合うと思います、うん、はい、合うと思いますよ、うん、あ、嬉しい、ベイチャーさんが、うん、餃子チャコールあと少しで届く、おいいなぁ、ぜひ、すいません、おっしゃるね、私はちゃっかりゲートしたのじゃ あ, あのいっぱい来てくださいね。はい、はい、あはるさん、グーちゃんのトップスチャコールならどっちが合うかな、うん、低身長お腹ぽっこりでも着れるなんて買うしかないって、うんうん、あ、チャコールね、チャコールね、え、でも私こっちの方が好きかも、チャコール合わせるなら、うん、確かにね、うん、うん、でもこっちでも可愛いですけどね、でも私はこっちに合わせちゃうかな、チャコールだったら、うん、でなんかちょっとパールネックレスしたりとか、うん、なんかゴールドネックレス合わせてもらったりとか、うん、でも可愛いかな、確かに、うん、私も多分こっちかな、うんうん、と思います。はい、はい、うん、ね、あ、そのコーデしたいだったハチーさんで、ね、オリジナルトップスとぜひ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 合わせてくださいませ。はい、はい、ちょっとしていきますね。はい、うん、あ、アイさん、もっちゃんのトップスネイビーサロペ合わせみたいなので、 ありがとうございます、ね、あ、え、絶対かわいい、絶対かわいい、このブルーの刺繍のところとネイビーの合わ色合わせがめっちゃ可愛い、確かに絶対可愛い、後でね、ちょっと見直してみようかな、うん、はい、ます、しようと思います、はい、でもこのワントーンも私は好きなんだろう、私今めっちゃこれ可愛いと思ってます、あんまり、え、靴をね、ちょっとこれ、あ、思った逆、あ、めっちゃいいじゃないですか、いいよね、小物でちょっと締めるみたいなね、いや、確かに、あ、いいですね、いいね、はい、合わせるならブラウンですね、いやですね、確かに、うん、靴もサンダルもブラウンに変えて、はい、ちょっと小物を確かにこういうのしてもらったら、はい、はい、コーデも締まって可愛いと思います、はい、うん、あ、ひとみさんが大人っぽく着られるのはどっちの色かなって、え、私はネイビーかなと思います、うん、あの、でもネイビー、うん、はい、落ち着きがいい、
あ、確かにね、多分こっちはちょっとカジュアルチックになるかも、うんうん、ちょっとね、あのリネン入っててナチュラルなので、うん、ミックス生地なんですよね、こっちが、うんうんうん、なのでブラウンとかシュッシュッって入ってて本当にカジュアルっぽくなるかなと思います。うん、うん、ですね、はい、うん、大人っぽくはこっちこっちこっちです。はい、はい、じゃあこんな感じで、はい、次の続いて3点目のご紹介に